物を乱暴に扱っているところを動画に撮られていたり、在宅しているにもかかわらず不在票を入れていかれたり、配達業者の悪いニュースが世間を賑わせています。発送する側は配達業者を信じて物を送るわけですから、このようなことでは困ります。その一方で、大手通信販売業者から委託を受けて業務過多に陥るなど、ドライバーの方々もいろいろと苦労が多いと言われています。そんな中、ある配達員が客に土下座をさせられるという事件が起きました。配達に2時間遅れたことに激怒した受け取り人が配達員を10分間土下座させたといいます。実際の様子がこちらです。この騒動が起きたのはヤマト運輸の台湾支部。土下座させるシーンが動画と写真で撮影され、台湾のみならず日本でも問題視されました。実際の動画がこちらです。地面に頭を打ちつける場面に心が痛みます。非常にクオリティが高いヤマト運輸の仕事は世間でも高く評価されているようです。しかし日本でも台湾でも仕事の量が多すぎることが問題となっています。皆さんはこの土下座騒動をどう思いますか？皆様のご意見をお待ちしております。ヒマラボは今ネットで話題の世界中のニュースをまとめて日々配信しています。チャンネル登録をして最新の動画を受け取ってください。皆様の評価が励みになります。よろしくお願いいたします。